今日はあの気仙片上のひな巡りにやってきました。で結構なんかね、昇格寺、昇格寺でおひな様が、で今日はあのケンさんと一緒にあの備前片上の町ですかね、昔のちょっと変わった感じの男2人で、ごめんなさい、はい、あの嫁さん募集中ですか。そうです、はい、彼女嫁さん募集中ですというわけであのはい、備前片上の町を歩いてからのちょっとみんな皆さんにね見せたいものがあるんで、早速ケンさんと一緒に歩いていきます。おお、中もさ、おおほほほほ、はい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 、おすごい、片上なめぐり、わあすごい、これね、三角コーンがおひな様、3月3日から7日まで、こっちにも、この感じだったら美観地区より多いですね。ちょっと勝山に似てるかもしれない。はい、はい、おー、いやもうほとんど、これは荒木旅館、これ中入っていいですかね。はい、失礼します。こんな感じなんですね、はい、すいません、ありがとうございました。行きましょうか。はい、すいません、完全にぶらり旅ですね。おお。もう昔アーケードだったんですか。そういうわけでもない。ここはアーケードな。そうですね、街並みがもう、はい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 、もう住んでない3階建て、3階建て、見ないですね、お米屋さん、今でもやられてるっていう、すごいですね、このもともとスーパーだったんですかね、これね、でも全体的に歴史を感じる。よスピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。ほう、なるほど、
もういろんな商店でやってますね。はい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 、ここが魚屋さん、料亭。すごいですね、これ。ここ結構ね、立派な。おお、こんな大きいのね、座敷わらしみたいな。はい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 。はいはい、素晴らしいです。はい、もうこれでも少ない方なんですね。ああ、もうね、そう、資産家の人結構、ああ、そうなんですか、うん、でももう結構ありがとうね、うん、でもいつもこの外でやられ、そうそう、大体もう外、うん、外に。美観地区はもう大体中だったんだ。中ね、そうだ、そうですね。やっぱだからうちぐらいだけかな、そこの割とノイズにね、かだったら中みたいな。見応えありますね、マジで。本当に。あそこより向こうはもうないね。そうそう、ない。しないね。してないですね。だから、あっちの方は行ってきた。はい。ありがとうございます。ちょっとここがね、最終目標地点、令和。ほう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 。これですね。ずらーっと。すごいですね、これ立派な。もうこの分ひな祭りのやり方も長いんでしょうね、これ。結構ね、さっきも言われとったけど、ちょっと少なめに太って。はいはいはい。64段でやったこと。今年はちょっと間隔があるんですかね。どうなんだ。ソーシャルディスタンスみたいな。ここまで多分行けたんだと思う。ああ、なるほど。この64段目で今年は終わりと言ってた。はい、というわけでね、今日はね、備前片上のひな祭りにやってまいりました。で、これ3月の3日から7日までやってるということで、本当にもう期間限定のひな祭り。まあでも今年はね、自粛の中でのひな祭りなんですけどもね、結構見応えのある感じで、はい、ぜひ皆さん行ってみてください。もうあとわずかなんでギリギリですけどね、行ってみてください。これ結構ね、年季入ってますね。これ消防の関係のやつでしょうね。という場所でした。この動画いつも登録登録バリトも登録登録チャンネル登録もよろしく。はい、裏番スピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。